はい、続いて、ティカタン、ありがとう。ありがとうございます。いきなりですが、うん、江口さんはブロッコリーは食べられるのでしょうか。え、何ですか。この間、江口さんの事務所のホームページで、江口さんのサンプルボイスを聞いていたら、野菜嫌いのお子様でも、と、ブロッコリーを宣伝しているではないですか。もちろん食べれるんですよね。気になったのでメールしてみました。で、ティカタンが言ってるけど。まあ、だって、それは、野菜嫌いのお子さんでも食べられるブロッコリーの宣伝。みんな、今すぐ AT1 プロデュースの公式ホームページにアクセス。やめろー、いや、食べられるよ。それはお子様、ブロッコリー嫌いの人が食べられるようなブロッコリーだったら私も食べられますよ。それは別にいろんなブロッコリーあるじゃん。いいブロッコリー、悪いブロッコリー。悪いブロッコリーってごめんなさい、何ですか。俺もわかんないです、悪いブロッコリーって。今勢いでバーって喋ったけど、なんか今アラが出たよね、はい、いや世の中にはいい人、悪い人、存在しますね、はい、ってことは、うん、ブロッコリー界にも、うん、いいブロッコリー言っとくけど、うん、助けねえよこの終わり、うん、今日食べたしブロッコリー。本当？ハンバーグ定食についてたし。ついてた？ハンバーグのソースかかってたら食べられるし。褒めて。褒めてあげましょう。よかったでした。食べました。